どうも GPH です。というわけで今回はですね、ついにハートの女王を手に入れましたので、そちらのね初見プレイをやっていきたいと思います。というわけでステータスなどなどチェックしていきましょう。はい、というわけでハートの女王ですけれども、出てきた兵士をタップ、周りのツモを消すよということで、どういう風に出てくるかだと思います。で、まあスコアは低いんですけど、まあ後半伸びてくるタイプかなと思います。で、スキルレベルは1でございます。ツムの色は肌色かなと思います。黒は多分引っかかってこないと思いますけれどもね。あるいは王冠が乗っているツムとかね、乗ってきそうですよね。というわけで早速プレイしていきましょう。よし、今回見やすそうだ。いいね。あとどういう風にスキルが出てくるかだよね。出てきた兵士謎だ。さあ行くよ。こういう感じ？そういう感じなの？でもあの兵士が消えてなかったよね、多分。消えてたのかな。ちょっと今度つなげてみようか。関係ないみたいね。多分これ、なんだ、前なかったこういう感じのやつ。なんだっけ、なんだっけな、なんだっけな、人間でこういうのだっけ。なんか、証拠みたいな。言い方でこういう証拠みたいなって。え、仕方ないかな。なんか違うように消えたりするよね、この人。あ、1、2、3、4、5だ。あ、なるほど、分かったから、1、2、3、4、5だよ。あの、このスキルに出てくる兵士はマークにっていうか、その真ん中のところに数字が書いてあって、それの順番で押すんだよ。だからこの場合は12345だよ。そうすると10万とかいくんだ。なるほど、分かった分かった、ようやく分かったよ。めっちゃすっきりした。だから12345だよ。おお、分かった分かった。これね、結構分かりにくいわ。一瞬わかんないけど、数字を見ながらやればいい。12345だね。わかったわかった、これはわかったよ。これちょっともう一回やりたいね。12345、よいしょ、もう一回、よし。おう、最後ラッキーなんか勝手に全部消えてくれたよ。ギリギリで発動しても大丈夫そうだね。最初しょぼいと思ったけど、結構強いね。強いねっていうほど強くはないか。でも、1回で10万ぐらいいくのはいいんじゃないかな。ちょっともう一回やってみよう。いや、しかしあのやり方は、結構驚きだ。1、2、3、4、5と。2、3、4、5。でもこうやってスライドの時間流れちゃうからね、そこが結構辛いかも。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。あ、1消せてなかった、ショック。マジか、消せたと思ったのに。うわ、残念。1、2、3、4、5。みんなが降りてきてくれないとダメなのかな。まあ少しぐらい待ってあげましょうかね、そんな焦らずね。よいしょ。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。よいしょ。1、2、3、4、5。Oh my god、またミスったよ。1、2、3、4、5。まあこんな感じでした。というわけでスキル使うときはね、12345の順番で消してあげてください。というわけで GPH でございました。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。まだチャンネル登録してなかったらぜひチャンネル登録お願いします。そして他にも SNS のアカウントがあるから、ぜひそちらもすべてフォローしてみてね。バイバイ。